いやー、結構硬い。すごい硬いです。番じまして、模型のロマンを探索する模型所探索です。今回は連合艦隊機関戦艦武蔵ダイキャストギミックモデルを作る4号を組み立てます。こちらは探索団の北さんに送っていただきました。いつもありがとうございます。アシェットさんの試験販売です。こちらは4号で休館となりました。なのでこれが最後となります。これ人気あるので、もしかしたら全国販売になるかもしれません。武蔵のこれまでの動画は再生リストからご覧になれますので、まだ見てない方は見てみてください。探索のチャンネルではアシェットさんやデアゴスティーニさんの週刊パートワークものを中心に作っています。よっ、チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それでは早速4号を作っていきます。じゃん、種苗です。頑張っていきまーす。しょい。4号の表紙は3号と全く一緒でした。あんまりね、変わり映えなかったです。今回組み立てるのはこちら、種苗を作る光のマークです。帝国海軍のシンボルマークである光、大和型戦艦には艦首の種苗と艦尾の副苗の2種類が搭載されちゃった。第4号では戦艦武蔵の艦首両舷に2丁下げられた種苗、山あざ苗と苗鎖描写を組み立てようということです。読み方が難しいです。こちらが光甲板、描甲板、光用の甲板です。ヒップスでできてます。それから種苗が2つあります。リングが2つ、描写が2つあります。2つずつだね。これがアンカーです。これがね、こんな感じで動きます。このリングを無理やり開きます。手じゃ無理かな。結構硬い。すごい硬いです。でちょっと広げたらこれが入るか。入った。ここにも入れます。ネックレスみたい。で閉じます。これでいいか。ちょっと隙間あるけど。これをもう一個作ります。斜めに開けたらいいか。
では。せっかく入ってたのに。で、閉じるときにこうしたら閉じれるんだ。おお、なるほど。斜めに開けてまっすぐ閉じる。簡単。ネックレスが2つできました。イカリって1丁2丁っていうんですね。はい、これで4号は完成です。ここになんか備え付けたかったけど、これは取り置きでした。こういう感じになるみたい。で、ここにケーブルホルダーっていうのがあって、これで巻き取るみたいです。この中、ここだ。からか。こうだ。こうですね。で、鉗子から2本の種苗があって、右弦は奇数月に使います。左弦は偶数月に使います。で、あんまり回数が少ない時は毎回左右交互に使うものなんだそうです。へえ。片側ばっかり使わないようにしてるんですね。はい、今回は種苗を2つ作りました。開け方は、こうやって開けるんじゃなくて、こう開けたら簡単に開けたり閉めたりできました。コツがいりましたね。残念ながら4号で休館です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。大日本帝国海軍最後の戦艦武蔵の組み立ては4号で休艦となりました。まあ、アシェットさんは毎回4号で休艦になるので予想はしておりました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。1号から4号まででここまでできました。アシェットさんは毎回4号で休暇になりますので、これで終わりです。結構武蔵らしい部分を中心に作ったのではないでしょうか。重厚感のある部分、そしてこれめっちゃ難しかった、繊細な部分、メリハリがあって楽しめました。ネジが一本も出てこなかったので基本接着って感じですが、穴がなくてくっつけにくかったので、全国販売になったら改良されるといいなと思います。マガジンは読みやすくて結構勉強になりました。もし武蔵が全国販売になったらいち早く情報をお届けします。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん。また見てね。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうなのだ。このチャンネルではアシェットやアボラモデルズ、デアゴスティーニの大型模型シリーズ、ガンプラなどの模型作りを紹介しているわ。しょっちゅう YouTube ライブも配信してるから遊びに来てほしいのだ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたはすぐに高評価ボタンをポチるのだ。それではまたね。バイバイ。